サワディーカー、こんにちは、のぶーです。今日は6月の7日金曜日です。ということで今月も行ってみたいと思います。6月できた新しいお店ということで、めちゃめちゃいい天気ですが、まず1店舗目は天板にある龍王のすぐ近くにあるできたコーヒーショップです。で、前回も前からもコーヒーショップだったんですが、こちらにできましたじゃん。こちらのフラップコーヒーっていう店です。駐車場は横の龍王の駐車場が利用できるみたいです。ということで入ってみたいと思います。ちなみに6月1日オープンです。はい、なかなか洒落た感じのお店です。それではゆっくりします。さっき言った、やってきました、クラブハウスサンド1050円、そしてドリンクセットが300円プラスです。こちらでドリンクは何でもいいらしいです。ということでとりあえずいただいちゃいましょう。ちなみにこれドライカプチーノってやつです。いただきます。様でした。はい、ということでフラップコーヒーさん出てきました。まだ真横ですが、フラップコーヒー、そしてランチ何でしたっけ、クラブサンドいただきましたが、なかなか美味しかったです。っていうかめちゃめちゃいい天気ですね。青空が映えております。そしてドライカプチーノってやつを頼んだんですが、ウェットカプチーノっていうのとドライカプチーノっていうのがあって、違いを聞くと、ドライの方がミルク、ホイップミルクっていうんですかね、泡、あれがドライの方が多いらしいです。で、まあ、感想はなんかいつもよく飲んでるのはウェットカプチーノだと思います、思いますって変ですけど、よくあるのはウェットカプチーノですっておっしゃってました、ね。なんですが、ドライカプチーノも、まあ、飲んだことあるような雰囲気のものでした。まあ、味は美味しかったです。結構エスプレッソがしっかり効いてとても美味しかったです。何回も言いますか、めっちゃ夏空ですね。気持ちいいですね。ということで6月1軒目でした。また2軒目行ってみたいと思います。はい、2軒目どうぞ。ということで6月7日と同じ日ですが、第新店舗6月の2店目来てみました。こちらです。なんですが、本日完売って書いてます。一応なんか6時から巻いてそうだったんですが、本日完売みたいです。残念です。ということで改めて2軒目3軒目行きましょう。はい、どうぞ。はい、ということで6月にできた新しいお店2軒目です。今ですね、沖縄市の国体道路嘉手納方面に向かっております。そして嘉手納の方に行く手前ぐらいに、多分どこかにあった食堂が、沖縄市の沖縄北インターの方にあった食堂がこちらの方に移転したみたいです。なのでちょっと
行ってみたいと思います。はい、ということで今意見等の交差点ですが、これを過ぎてちょっともうちょっと行ったところです。結構いっぱいですね。ここの塚田っていう食堂です。まあ、新しいと言っても多分移転したっぽいんで、実際にはそんな新店舗じゃないかもしれませんが、行ってみたいと思います。はい、到着しました。行ってきます。写真付きのメニューです。結構いろいろありますね。しかも今日は限定で500円で、とんかつらしいです。じゃん。ということでやってきました。500円の今日限定のランチです。てかめっちゃでかいです、とんかつ。わかりますか？漬物のお皿。これぐらいです。めっちゃでかいんですけど。しかも2枚入ってます。とりあえずがっつりいただきます。はい、ごちそうさまでした。完食しました。ごちそうさまでした。こんな感じです。カーテンさん、めっちゃお腹いっぱいです。どっかに限定メニュー書いてあったのかな。あ、外に書いてあるんだ。それがこちらです。今日6月11日オープン、500円でした。ということでめっちゃお腹いっぱいです。とんかつほぼ2枚入ってますね。でも味もなかなか美味しかったです。食堂っていう感じですけど、ぜひちょっと他のチャンプルー系もまた来た時にいただきたいなという気持ちです。ということで2軒目終わりましたので、次3軒目です。はい、どうぞ。はい、ということで今日で6月のできたお店2軒目 ?3 軒目どっちでしたっけ。ということで今アラハビーチに来てます。でアラハビーチのですね、海岸沿いのお店が新しく変わったのかな、新しくなったみたいなんで、ちょっとそちら行ってみたいと思います。めっちゃ雨降ってるんですが、走っていこうかな。お店はこちらの先です。めっちゃ雨降ってるんですが、よいしょ、めちゃめちゃ雨降ってるんですが、めっちゃ水溜まってるし、やってるかな。行っていきます。こっちなんですが、なんかお客さんいるっぽいんですが、ウィーアークローズドになってしまってます。なので諦めて帰ります。今月はこんなばっかりですね。新しくできた店で、何店舗目だ忘れましたが、こちらです。パルコシティ今日オープンです。最後尾どこだ、絶対すごい行列で最後尾がどっかにあるんですが、今日オープンの一風堂さんにやってきました。一風堂さん最後尾の子だ。一風堂さん最後尾、さっき最後尾って持ってる人がいたんですけど、ちなみにそこです。めっちゃ行列です。とりあえず並びます。頑張ります。やっと近づいてきました。あと何人だ、 4,5 人かな、そんなぐらいです。もうちょっとです。ちなみにメニューはあって、まあ皆さん知ってるでしょうが、大体基本メニューはこんな特製赤丸、白丸で、普通の赤丸、白丸で、沖縄限定でベジラーメンっていうのがあるみたいです。今日は
無難にこちらの辛い方の赤丸いただこうと思います。こちらが全メニューですね。こんな感じです。セットとかもあります。こんな感じです。一応替え玉もあります。カウンターに来なきゃいけないですよ。こっちが沖縄限定ベジ醤油ラーメン。今日はこれだ、赤丸ドノーマルできます。じゃん、ということでラーメン赤丸です。ドアこんな感じです。それではいただきます。ごちそうさまでした。はい、ということで運動さんで美味しいラーメンいただいてきました。めちゃめちゃ花がいっぱいありますが、今パルコの何階だ4階部分にいます。めっちゃ吹き抜けです。こんな感じです。吹き抜けのところで今駐車場に向かっておりますが、本当パルコシティいっぱいです。一応パルコシティの動画は別で上げてるので、もしよかったらチェックしてください。ということで今月6月にできたお店、結局なんか空いてない店もちょこちょこ紹介しましたが、いかがだったでしょうか。来月も頑張って続けていこうと思うので、もしよかったらチャンネル登録、そして動画よかったら高評価ボタンなどもよろしくお願いします。ということで今月もありがとうございました。それではさようなら。バイバーイ。